皆さんこんにちは、総社市長の片岡総一です。今日も倉敷の馬喰町のスタジオから、お届けさせていただきたいと思いますが、なんと、本当にこの1年間最後の番組ということになってしまいます。今年みんな頑張ったか頑張らなかったかっていうふうに自問自答した時に、果たしてどうだったのかっていうのが分かりづらい1年ではあったね。だけど、まあ、僕としてはその場、その現場、そのタイミング、そのスピード、全てにおいて、最善を尽くした。これはまあ本当かなと思います。僕はもう本当に声高にもうずっと言っていたのが、高橋川の上流にある中国電力の新成岩川ダムさん、いわゆる事前放流をやってくれないとダメじゃないかって言っていた張本人が僕です。でそれをまあ具体的に具現化できたっていうことも、まあ大きな成果だったし、全国に向けて、この高橋川がやっている、ダムの事前放流システムというのが、国のルールになっていったって多い。とうとうもう2月のね、最終週の日曜日に予定されている総社厳島マラソン、これをやるのやらないのでもうね、苦渋の選択でね。まあその頃っていうのはもう本当に最大時の栄養も、当たり前のようにやっていましたしね。その1週間後の厳島マラソンどうするの、やるのは当たり前でしょみたいな、そういう雰囲気の中で、私が取った決断は、厳島マラソンの3日前に、中止する。まあ、これ今思うと間違っていないと、その今の感覚でいうと本当にまあ理路整然と理解できるんですけれども、まあ2月の中旬からその終盤にかけてのタイミングではという感じだったんで、まあその重い感じから今年が始まって、コロナがストーリーが始まったという感じですね。経済対策ね、やつぎばやにやっていって、まあ、総社でいうと水道料金の4ヶ月無料化をババーンと決めて、あとお持ち帰りチケットを1億2000万円ババーンと発行して、そして、まあ、PCR 検査をババーンと幅広にやっていこうということを決めて、あと経済対策で10億円の商品券を発売してとか、売上が 20% 以上下がった、まあ、一人親方のたった一人の個人営業主も含めて、全、市民に10万円、そしてそのもともと10万円を全国最速スピードで、特別給付金を配ろう、あるいは一人親家庭の給付金を全国最速スピードで配ろうみたいなことをゴールデンウィークの前あたりにガガガガガンとやって、まあ、スタートさせたんですよね。これからね、まあ、このコロナばっかしになってますけれども、まあコロナを経験したからにはね、やっぱり何かを掴んで立ち上がろうというピンチをチャンスにしていかなければなりません。それから皆さんね、やっぱりワクチンを打ちますか打ちませんかっていうことをね、ちゃんと総社市が示していかなければいけません。でやはり私自身はね、総社市としてありとあらゆる勉強をして、ワクチンとは何ぞや、有効率とはどういう数字なのか、アメリカがいいのかイギリス式がいいのかとかね、来週の半ばに新型コロナのワクチン接種会議というのを第1回目を開催します。でここで、決められるものは決めていこうと思います。何よりも私が今心強いと思っていることは、大阪大学医学部の大学院で、日本のワクチンの研究者で第一人者の森下隆一先生で、来週の会議にウェブで登場していただいて、コロナワクチンとは一体何ぞや、それからその功罪、良いとこ悪いとこについてね、まあ、20分間の講演をいただいた上で、これから我々が取るべき、まあ、行動スケジュール、ロードマップというものをね、
決めていきたいと思います。本当にきちんと、みんなが気持ちよく接種していける、まあ、これ大事なことなんで、それを、まあ整えていきたいと思います。ラジオをお聞きの皆さんもね、今年1年よく振り返ってね、どうだったかをかみしめながら、来年また新しい年を迎えましょう。ということで、総社市長の片岡総一でした。